よいしょ。歩き始めて約40分。なんかカフェテリア見えてきましたよ。あれでしょ、多分ね。ああ、たくさんたくさん。グザンポグザンポ。グザンポー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 。職場あったんだけど、うん、離島に本島に遊びに来てて、うん、そしたらなんか態度が気にかかって、殴られて気絶してくらいまで来て、で結局ね、うん、治療のために日本に帰ってきた人がいたり。へえ、歯が折れた。あ、どうなったのかわかんないけど、まあ命は結局血の持って日本に、でそれをだから日本政府が、うん、日本っていうか JICA の方で訴えて、で今度の大体的にラジオで日本人そういう、ね、危害外援のようにっていうこと、そういう事件があったから、うん、絶対間違えて手を出さないようにラジオで報酬されたんです。よいしょ。よいしょ。グザンポー。人がいますね。春の町ってのは あっちなんですかね。山の裏側ですかね。
昔はね、だからトイレもあの朝歯磨くとか変なんか、うん、やっぱ昔外でやってたから、父親の実家は。他は一緒だなって。なるほど。グザンポー、グザンポー。だから一緒に昔の何十年か前にタイムスピリットした感じもしてましたね。なるほどね。彼女の家も結構金持ちみたいで、いやそうでしょ、仕事みたいで、なんか一つね、なんか木工工房みたいなの持ってるんですよ。これ私の家だからの土地で、なんかね、あの家の家具を作ってる工房があるんですよ。あのそこの車を止めてるんだけど、これは私の家の実家の土地だからです。なんか労働者がなんか要するにタンスとか住む。すごいな、景色な、すごい、すごいすごい、本当に気がまずくなくてよかった。本当に高いところに気があるんで。から一旦行って、よくあんな建物建てたな。ねえ。